Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, build it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format. じゃあ次はこの部屋です。どうぞ。この部屋の説明をお願いします。この部屋は未来の子供部屋で、今は2人のクローゼットになっています。すごい綺麗に使ってんじゃん。めっちゃ整頓されてんじゃん。綺麗だな。あれ？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 おお。やっぱり新婚さんでした。鼻血。Hey, what's up? You wanna hang with big neighbors? ここで問題です。じゃあ続いてる二人、果たして初キスの場所はどこでしょうか？それでは正解、どうぞ。横須賀中央駅の階段。いやー幸せって本当にいいですね。どうもありがとう。あ、じゃあ乾杯。はい、乾杯。黒田っていつも料理するのね。そう、大体料理。うまい、うん、すごいいい旦那さんだね。惚れ込んじゃってるね、なんて。ちなみに京都のどこが好きなの？はい、ここで問題です。ともこさんはりょうたくんのどこが好きなんでしょうか？ Thinking time。 はい、それでは正解をともこさんどうぞ。なに、もっかい、もっかい、え、なんつった？胸板。かよ。男は胸板、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 男は胸板。いやー、胸板が好きって言ってたからさ、男は胸板だなと思って。すごいね、胸板が好きっていう奥さんも。ちなみにさ、どこが好きなの？え、急にその質問照れるじゃん。なんかあるでしょ。どこが好きか。はい、ここで問題です。りょうたくんはともこさんのどこが好きなんでしょうか？おれい。回答の方いきますよ。どうぞ。どこが好きか。俺に足りないところを持ってるというか、
存在が好きです。存在が好きって言葉そうです。おれいこのロイ、うまいって俺あんま知らなかったわ。あ、そう、僕はだって美味しいですよ、うん、でもこうやって言われてて友達とか来てもこんなこと言ってたけど、まあ、イケメン、田中のね、かっこいいんだよ。そんな普通なかったさ、めっちゃ手がかりしたりするの。するよ、あ、するの、めっちゃするよ。どんな感じの、わーって言うの。え、その時ってどうやって流れるの。はい、それではここで問題です。智子さんは陽太くんと喧嘩する時どうやって仲直りするんでしょうか。シンキングタイム。それでは答えの方どうぞ。あまりにも怒鳴り合いすぎて、なんかもうお互いの言いたいことを言い出しきって笑い合う。この言いたい放題言って最後は笑顔で解決。これが幸せってことっすね。ビールがうまい。じゃあさ、お前さ、すげえな、ほんとにな、こんないい家庭持って、奥さんも可愛いし、お前も奥さんのために頑張って料理作ってあげたりしてさ、すげえなんか、幸せな家庭を持つってここでなんだろうな。でももう、一生懸命働いてさ、もう、ギリギリで、毎月やってるよ。なんかそう、結婚する決め手みたいなことってそれあったの。決め手ね、結婚するきっかけ、なんかあったのかな。それでは黒瀬くん、ここで問題です。亮太くんが思った結婚する決め手というのは一体何だったんでしょうか。それでは答えの方どうぞ。なんで結婚しようと思ったか。目標があって、あの婚約指輪を買うお金が貯まったら告白しようってずっと思ってて、で付き合って6年目でようやく目標の金額にたどり着いて婚約指輪を買って、で告白したっていう感じかな。俺もあの、そういえばあの夢の名車見せてもらったもんね。いやー、今日はすげー飲んだわ。楽しかったよ。突撃だったからね、今日はね。でも、まあ、うまい飯も食わせてもらったし、二人のすごいいい思い出の話も出してきたし、まあ、よかったよ。じゃあ今度はちゃんと電話してから。そうだね、まあ、こんなでけえテレビも買っちゃってさ、見てこんテレビな。よし、行くわ。行こう行こう。ありがとう。おう、じゃあ、また。ありがとう。すげーなー、広いリビングでさ、もうこんなやつ見てよ。じゃあ奥さん、お疲れ。お疲れ。帰ろう俺。おう、じゃあ帰るわ。よかれ、気をつけて帰る。よし、おやすみ。そう、サポーターなんだ。いや、おやすみ。私それ生かしめてみて。いいよ。